高い大きな暗い土手がどこからどこへ行くのかわからない、静かに冷たく夜の中を走っている。その土手の下に小屋掛けの一膳飯屋が一軒あった。カンテラの光が土手の黒い腹に潤んだような傘を浮かしている。私は一膳飯屋の白々した腰掛けに腰をかけていた。何も食ってはいなかった。ただなんとなく人の懐かしさが身にしむような心持ちでいた。テーブルの上には何にも乗っていない。寂しい板の光が私の顔を冷たくする。私の隣の腰掛けに4、5人一つれの客が何か食っていた。沈んだような声で面白そうに話し合って時々静かに笑った。その中の一人がこんなことを言った。提灯を灯してお迎えを立てるというほどでもなしなし。私はそれを空耳で聞いた。何のことだかわからないのだけれども、なぜだか気にかかって聞き流してしまえないから考えていた。するとそのうちに私はふと腹が立ってきた。私のことを言ったのらしい。振り向いてその男の方を見ようとしたけれども、どれが言ったのだかぼんやりしていてわからない。その時に他の声がまたこう言った。大きな響きのない声であった。まあ仕方がない。あんなになるのもこちらのせいだ。その声を聞いてからまたしばらくぼんやりしていた。すると私はにわかにほろりとしてきて涙が流れた。何ということもなく、ただ今の自分が悲しくてたまらない。けれども私はつい思い出せそうな気がしながら、その悲しみの源を忘れている。それからしばらくして、私は酢のかかった人参葉を食い、ドロドロした自然薯の汁を飲んだ。隣の一つれもまた他のことをなんだかいろいろ話し合っている。そうして時々静かに笑う。さっき大きな声をした人は50余りの年寄りである。その人だけが私の目に影絵のように映っていて、しきりに手真似などをして連れの人に話しかけているのが見える。けれどもそこに見えていながら、その様子が私にははっきりしない。話していることもよくわからない。さっき何か言った時のようには聞こえない。時々土手の上を通るものがある。時を指したように来てじきに行ってしまう。その時は非常に寂しい影がさして身動きもできない。みんな黙ってしまって、隣の連れは抱き合うように身を寄せている。私は一人だから手を組み合わせ足をすくめてじっとしている。通ってしまうと隣にまたぽつりぽつりと話し出す。けれどもやはり私には様子も言葉もはっきりしない。しかししっとりしたしめやかな団らんを私は羨ましく思う。私の前に障子が裏を向けて立ててある。その障子の紙を羽のねじれたようになって飛べないらしい蜂がいっ匹カサ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 と登ってゆく。その蜂だけが私には他のものよりも非常にはっきりと見えた。隣の人連れも蜂を見たらしい。さっきの人が「蜂がいる」と言った。その声も私にははっきり聞こえた。それからこんなことを言った。それは大きな蜂だった。クマンバチというのだろう。この親指ぐらいもあった。そう言ってその人が親指を立てた。その親指がまたはっきりと私に見えた。なんだか見覚えのあるような懐かしさが心の底から湧き出して、じっと見ているうちに涙がにじんだ。ビードロの筒に入れて紙で目張りをすると、蜂が筒の中を登ったり降りたりしてうなるたびに、目張りの紙がオルガンのようになった。その声が次第にはっきりしてくるにつれて、私は何とも知れず懐かしさに耐えなくなった。私は何者かにもたれかかるような心でその声を聞いていた。するとその人がまたこう言った。それから俺の机に乗せて眺めながら考えていると、子供が来てくれくれとせがんだ。強情な子でね、言い出したら聞かない。俺はつい腹を立てた。ビードロの筒を持って縁側へ出たら、庭石に日が照っていた。私は日の当たっている船の形をした庭石をまざまざと見るような気がした。石でみじんに壊れて、蜂がその中から浮き上がるように出てきた。ああ、その蜂は逃げてしまったよ。大きな蜂だった。本当に大きな蜂だった。お父様！と、私は泣きながら呼んだ。けれども私の声は向こうへ通じなかったらしい。みんなが静かに立ち上がって外へ出て行った。そうだ、やっぱりそうだと思って私はその後を追おうとした。けれどもその人連れはもうその辺りにいなかった。そこいらをうろうろ探しているうちに、その連れの立つ時、そろそろまた行こうかと言った父らしい人の声が私の耳に浮いて出た。私はその声をもうさっきに聞いていたのである。月も星も見えない、空明かりさえない暗闇の中に、土手の上だけぼーっと薄白い明かりが流れている。さっきの人連れがいつの間にか土手に上がって、その白んだ中をぼんやりした尾を引くように行くのが見えた。私はその中の父を今一目見ようとしたけれども、もう4、5人の姿が潤んだように溶け合っていて、どれが父だかわからなかった。私は涙のこぼれ落ちる目を伏せた。黒い土手の腹に私の姿がカンテラの光の影になって大きく映っている。私はその影を眺めながら長い間泣いていた。それから土手を後にして暗い畑の道へ帰ってきた。4、5人一つでの客が何か食っていた。沈んだような声で面白そうに話し合って時々静かに笑った。その中の一人がこんなことを言った。提灯を灯してお迎えを立てるというほどでもなしなし。私はそれを空耳で聞いた。何のことだかわからないのだけれども、なぜだか気にかかって聞き流してしまえないから考えていた。するとそのうちに私はふと腹が立ってきた。私のことを言ったのらしい。振り向いてその男の方を見ようとしたけれども、どれが言ったのだかぼんやりしていてわからない。その時に他の声がまたこう言った。大きな響きのない声であった。まあ仕方がない。あんなになるのもこちらのせいだ。その声を聞いてからまたしばらくぼんやりしていた。すると私はにわかにほろりとしてきて涙が流れた。何ということもなく、ただ今の自分が悲しくてたまらない。けれども私はつい思い出せそうな気がしながら、その悲しみの源を忘れている。それからしばらくして、私は酢のかかった人参葉を食い、ドロドロした自然薯の汁を飲んだ。隣の一つでもまた他のことをなんだかいろいろ話し合っている。そうして時々静かに笑う。さっき大きな声をした人は50余りの年寄りである。その人だけが私の目に影絵のように映っていて、しきりに手真似などをして連れの人に話しかけているのが見える。けれどもそこに見えていながら、その様子が私にははっきりしない。話していることもよくわからない。さっき何か言った時のようには聞こえない。時々土手の上を通るものがある。時を指したように来てじきに行ってしまう。その悲しみの源を忘れている。それからしばらくして、私は酢のかかった人参葉を食い、ドロドロした自然薯の汁を飲んだ。隣の一つでもまた、他のことをなんだかいろいろ話し合っている。そうして時々静かに笑う。さっき大きな声をした人は、50余りの年寄りである。その人だけが私の目に影絵のように映っていて、しきりに手真似などをして連れの人に話しかけているのが見える。けれどもそこに見えていながら、その様子が私にははっきりしない。話していることもよくわからない。さっき何か言った時のようには聞こえない。時々土手の上を通るものがある。時を指したように来てじきに行ってしまう。その時は非常に寂しい影がさして身動きもできない。みんな黙ってしまって、隣の連れは抱き合うように身を寄せている。私は一人だから手を組み合わせ、足をすくめてじっとしている。通ってしまうと隣にまたぽつりぽつりと話し出す。けれどもやはり私には様子も言葉もはっきりしない。しかししっとりしたしめやかな団らんを私はうらやましく思う。私の前に障子が裏を向けて立ててある。その障子の紙を羽のねじれたようになって飛べないらしい蜂が一匹カサ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 と登ってゆく。その蜂だけが私には他のものよりも非常にはっきりと見えた。隣の人連れも蜂を見たらしい。さっきの人が「蜂がいる」と言った。その声も私にははっきり聞こえた。それからこんなことを言った。それは大きな蜂だった。クマンバチというのだろう。この親指ぐらいもあった。そう言ってその人が親指を立てた。その親指が私はふと腹が立ってきた。私のことを言ったのらしい。振り向いてその男の方を見ようとしたけれども、どれが言ったのだかぼんやりしていてわからない。その時に他の声がまたこう言った。大きな響きのない声であった。まあ仕方がない。あんなになるのもこちらのせいだ。その声を聞いてからまたしばらくぼんやりしていた。すると私はにわかにほろりとしてきて涙が流れた。なんということもなく、ただ今の自分が悲しくてたまらない。けれども私はつい思い出せそうな気がしながら、その悲しみの源を忘れている。それからしばらくして、私は酢のかかった人参葉を食い、ドロドロした自然薯の汁を飲んだ。隣の人連れもまた、他のことをなんだかいろいろ話し合っている。そうして時々静かに笑う。さっき大きな声をした人は50余りの年寄りである。その人だけが私の目に影絵のように映っていて、しきりに手真似などをして連れの人に話しかけているのが見える。けれどもそこに見えていながら、その様子が私にははっきりしない。話していることもよくわからない。さっき何か言った時のようには聞こえない。時々土手の上を通るものがある。時を指したように来てじきに行ってしまう。その時は非常に寂しい影がさして身動きもできない。みんな黙ってしまって隣の連れは抱き合うように身を寄せている。私は一人だから手を組み合わせ足をすくめてじっとしている。通ってしまうと隣にまたポツリポツリと話し出す。けれどもやはり私には様子も言葉もはっきりしない。しかししっとりしたしめやかな団らんを私は羨ましく思う。私